えっと、では、えっと、予定の16時40分になりましたので、えー、本日の最後のセッション LT 大会とクロージングを始めたいと思います。では、えっと、一人目横田様、接続お願いいたします。So, uh, we will have トラック3が微妙にあ。はい So, we will have three lightning talks from our sponsors and、uh, one another from、uh, network operation team. So, in total, we will have four lightning talks from now. ということで、今から3本 sponsor LTO やってもう一本、えー、ネットワーク運営チームから今日の振り返りのライトニングトーク一本やっていただきます。でその後クロージングとなります。ただいまちょっと他の会場の準備を待っておりますのでもう少々お待ちください。まだあの前の方特特にこあのこちら側の前の方とかまだ席が真ん中で空いておりますのでぜひあの座席に座って見ていただければと思います。 であとあの先ほどもアナウンスいたしましたがオフィシャルパーティー、えー、と6時から20回で行いますがまだあのギグバンドに、えー、交換されていない方、えー、5時40分に交換をレセプションでの交換を締め切りますのでそれまでにあのぜひ交換されるようにお願いいたしますでは、えー、と準備が整いましたエ t ティ大会始めさせていただきます、えー、一,つ目は一つ目の l リティーけ橋さん から横田直彦さんで Python でスナップショットテストということで LT を5分間よろしくお願いいたしますはい、よろしくお願いします私からは Python でスナップショットテストというタイトルで発表させていただきますお前誰よというこ子なんですけれども横田と申しますエンジニア歴9年ぐらいで株式会社架橋でエンジニアしております で株式会社架けはは薬局業界でシステム開発しているんですけれども、まあ、先ほどのブースでもあのラムネを処方させていただいてたかなと思うんですが、えー、まあそういう会社で働いていてでその会社では結構業界変化があるので、まあ、そこでスクラップアンドビルドしやすい Python を採用しているというものになります。で私自身 Python 大好きでしてふ、まあ、普段使い仕事でもプライベートでも Python を使っております今日はどうぞよろししくお願いします。 早速ですが皆様テストのメンテナンス大変じゃないでしょうか、えー、実際にエンジニアとして働くんだったらなんかテストのメンテナンスに時間使うんじゃなくて、まあ、機能の開発に使いたいですよねとこれらの悩みはスナップショットテストで解決できます。 スナッップショットテストとはどういうものかということなんですけれども前回成功した時の結果との一致を確認するテストで Python にもいくつかライブラリがあるんですけれどもそれを使えば簡単にテスト作成したりとか更新をすることができます。 具体的なところなんですけれども例えば JSON 文字列を返すようなサムファンクションというものがあったときに今までのテストだったら JSON の中身に対してアサート文を何個も何個も書いていくみたいなそういう書き方すると思うんですけれどもスナップショットテストを使えばファイルの中に JSON 丸ごと格納しておいてそれとの一致でアサート文1個書けばテストを作れるというものになってますあとはコマンドを使えば更新もできちゃいますと。 それはいつ使うべきなのかというところなんですけれども、えっと、私としてはまあ仕様が頻繁に変わるような関数のリグレッションテストだったりとか、まあ、テストがない関数をリファクタリングしたいなっていう時にとりあえずスナップショットで守っとけみたいなやり方だったりあとは関数のレスポンスがかなり大きい時に使うのがいいなと思っていて、まあ、弊社の場合ですと API のレスポンスのテストだったりとか、まあ、ETL 処理の関数の、えー、まあレスポンスのテストとかに使っていて。 ま体感だだといたいいいメンンテナススコストが3分の1ぐらいににななっているかなという,ふうに感じます。ただ使う時に注意点があって、まあ、デメリットとしては、えー、誤ったテストを作っちゃいがちかなと思っててスナップショットテストの中身を細かく確認するのって結構難しいので、まあ、そこはちょっと気をつけないといけないかなっていうのと例えば日付が関数のレスポンスに入る時とかは、まあ、毎回毎回値が変わっちゃうのでスナップショットテスト毎回こけちゃうみたいなことがあるので、まあ、そこは注意が必要になります。 Python のライブラリだとまあいくつか探してみたんですけれども、あんまりメジャーどころがないのかなという印象ではありました。まあ、スターヒストリーとか見ててもまあ多くて500ぐらいというところなんですけれども、まあでも実際に使ってみると割と便利なライブラリがいくつかあったので、今回2つ紹介させていただきます。一つ目がパイテストスナップショットというライブラリで、こちらはスナップショットをファイルに保存します。 で使い方なんですけれども PyTest、えー、のフィクスチャーが提供されるので、まあ、スナップショットっていうフィクスチャーに対してアサートマッチっていうメソッドを呼び出せば、まあ、ファイルとの一致を確認してくれたりとかあとはテストの、まあ、ファイルの中身スナップショットの更新も、えー、オプションコマンド1個で更新することができますで2つ目がインラインスナップショットっていうやつでこれは、えー、スナップショットをテストコード上に保存してそれとの比較でテストを行いますでこれの 使い方なんですけれども、スナップショット関数をインポートして、でそれをあの期待値エクスペクトの値のところにセットします。で、えっ、ー、とクリエイトのオプションで実行すると、自動的にスナップショットをテストコード上に書き込んでくれますと。でこれはディクショナリーとかもスナップショットにできるのでめっちゃ便利なのと、あとはパラメトライズテストでも使えるのでかなりおすすめです。 えっと今回紹介した2つの、えっと、使い分けに関してなんですけれども、えっと、ファイルに保存する場合だとテストコードがかなりシンプルに書けるのでいいなというのとあとはスナップショットがファイルに落ちるので、まあ、GitDiff とかでその前回との差分を確認できたりするので、まあ、結構便利なんですけれども、えっと、エディターとかでそのファイル1個1個,個開いてると、まあ、そのエディターがめっちゃ煩わしくなっちゃうみたいな問題があります。 逆に、えっと、テストコード上にインラインで書く方法だと余計なファイルが増えないのがメリットで、まあ、逆に、えっと、大きいスナップショットが、えー、テストコード上に書かれちゃうと、えー、テストコードが難読化してしまうので、まあ、そこはデメリットとしてあるかなと思うので、まあ、使い分けとしては関数の結果が大きい場合はファイルに保存して小さい場合はインラインに保存するのがいいんじゃないかなと思っております。はい、以上スススナッップショトトトテテ使うとと簡単にのの作成とか更新がでできるのではい 頑張ってください。はい。最後ちょっと宣伝で、はい、弊社。あの新規事業とか。あの。パイソンのデータエンジニアとか募集しておりますので、興味のある方はぜひ。あのご応募ください。ご清聴ありがとうございました。はい、えー、横田さん、ありがとうございました。つ次、ファインディさん。あのご準備をお願いいたしますな。なかなか、なかなかテストコード。 で書いたりメンテナンスするのが難しいなと感じている常日頃なのでいろいろか勉強したいなと私,私なんか本業は W3C というところで仕様書しか書いてないんですけどブラウザ,をブラウザの実装が正しいかテストするあの HTML とかを作ってるんですが HTML がバグっていて本当に正しいかどうか分かんないみたいなことがあったりしてはい、えー、というところです。えーと 二社目えっとファインディさんがから、えー、笹野翔太さんで ML Ops 導入と GPT 活用ができる ML 組織になってきた話ということでえ五、ー、分間ライトニングトークいただきます笹野さんよろしくお願いいたしますはいよろしくお願いします、えー、ML Ops 導入と GPT 活用ができる ML 組織になってきた話ということで、えー、ファインディ株式会社 CTO 職下のデータソリューションチームというところに所属しております機械学習エンジニアをしております笹野と申しますよろしくお願いします で私は現在、ですね既存アルゴリズムのアップデートでしたり新規施策の POC といったような主なことを業務としております。最近の悩みはですねすごく個人的なんですけれども寝るのがすごく下手くそでどういうことかというと朝起きると、えっと、首と肩が凝った状態からスタートするという <laughs> ことになってまして、まあ、今日はあの元気に起きられたのであの寝るのを成功しておりますよろししくお願いします。 でえっと、本題に入る前にです、ねえっと、簡単に手がけている事業です,ですとか所属チームの紹介をさせてください。ファインディでは挑戦するエンジニアのプラットフォームを作るというビジョンのもと転職サービスのファインディフリーランスのマッチングサービスのファインディフリーランス組織パフォーマンスを可視化するファインディチームス転職サービスのグローバル展開版であるファインディグローバルといったサービスを開発しております。これらのの事業です、ね、横断的に行ったり来たりり来するのが我々データ 現我々の仕事はデータ分析機械学習その他アルゴリズムによるサービスの価値により事業のサービスの価値を向上させることになっていますこれまで GitHub を解析してスキルを定量化するスキル偏差値ですとかユーザーの年収予測各種レコメンデーションなどですねさまざまな既存のアルゴリズムの回収や新規開発に取り組んでいたりしますでここからが本題となるんですけれども 今日は直近取り組んだ ML Ops の導入と GPT 活用の二つについてお話をいたしますまず ML Ops についてからですファインディではですね、社内で通称おすすめ順というユーザーと求人のマッチ度合いを計算して求人に対してユーザーのレコメンドをするという機械学習モデルを運用しておりますマッチスコアは求人情報とユーザー情報から計算をしてその結果をもとに各求人に対して親和性が高いであるユーザーさんをレコメンドしております ところがモデルの学習が不定期かつジュピターノートブック上でつどつど再学習を走らせてファイルを手動で S3 にアップロードするというですね非常にいけてない運用状況でしたというところで、まあ、これをいけてるものにしたいというので MLOps 導入に乗り出しまして VertexAI のモデルの自動学習パイプラインを構築するというような実装をすることで解決しようとしましたでついでにですね、えっと、GitHub アクションズで CI を構築してこの下の図のようなフローをですね 定期実行化することで、えー、とそれを実現しようとしましたでまたですねあの学習ログの記録兼モデルのバージョニング管理ツールとして今回は m l フローを選定しているんですけれどもそこも、えー、とこだわりポイントの一つだったりしますでこのようにですね、えー、と運用コストを下げながら常に一定の精度を保ったまま運用できる状態を実現することができました続いて GPT 活用についてです で今年の3月にですねチャット GPT キャリアまとめというもの機能をリリースさせていただきましたこれはチャット GPT にあのご自身の経歴をまとめてもらってそれに名前を付けてもらうといったような機能になっています、まあ、具体例でこう画像を載せてあるんですけれども資料後ほど公開いたしますのでよければご覧になってみてください それと今回は時間の関係で詳細は割愛させていただくんですけれどもリリース後にですね LT に登壇するような機会があのいただきました、まあ、そこでそこでの資料をですねこちらこ掲載していますのでよければご覧になってみてくださいまた詳細はですね今現在はお話しすることできないんですけれどもこのほかに社内でも GPT 活用さまざま進めております でその他にもですねチームとして今日,今日紹介しきれないような取り組みの一部として DBT を導入してデータのべき統制を担保して各事業部で追う数値の共通化を図ったりですとか社内のインフラチームと協力しながらデータ基盤の構築だとか運用に向けて整備を進めているといったようなことも行っておりますこのようにですね少しずつやりたいことができるようなチームになってはきたんですが、えー、なってきました さらにアルゴリズムのやであったりですとかデータ活用に力を入れるという会社の方針もありましてチーム全体にです、ね、追い風が吹いている状況もありまして、まあ、チームの特徴としていやいややったことが成果になりやすいといったような状況に、ね、お,おかげさまでなってきております。まあ、なんですけれどももまままだまだこう伸びししろという部分もありまして 既存アルゴリズムのさらなるアップデートですとか施策の効果検証の土台を醸成するですとか進捗中のデータ分基盤の構築を進めていくですとか将来のための新規開発ですね R&D 的に進めたいですとかとにかく伸びしろはいっぱいあるんですけれどもご覧のとおり人が足りないような状況になっております。 えー、今日の発表をもし、えー、聞いていただいて、ですねデータソリューションチームに興味を持っていただいた方、いらっしゃいましたら、一緒に開発してくださる方、募集しておりますので、ぜひお気軽にお声がけいただければなと思います。最後にこちら、募集要項になっておりますので、ぜひ、えー、あのいろいろお話ししましょう。よろししくお願いします <laughs> えー、笹野さんどうもありがとうございました資料はあで公開ということなのでぜひご覧くださいえっとそうサードスピーカーズ from ヘンゲジャスミンさん Praise prepare your スライドえっと業務連絡です、えー、ノックチームの LT スピーカー決まりましたでしょうか <laughs> ノックチームの LT スピーカー二人オッケーはいあの会場に来てたら大丈夫です えっとこの次なのではいよろしくお願いいたしますすみませんなんか全然あの最初に説明してなかったんですが LT 昨日はあの YouTube で音流しました今日はちゃんと物理的なドラを持ってきたので物理的なドラでやっておりますはい、えー、英語日本語英語英語はいああ <laughs> そう Uh, third lightning talk for today uh, is Jasmine yap from Henge, uh, titled as a Creating a Lightning Talk in the Terminal. So please start your uh, talk for five minutes. Okay. Um, good evening, everybody. I'd like to talk to you today about creating a lightning talk in the terminal, or at least I tried. Uh, so, yeah, my name is Jasmine, and I'm a backend developer at Henge, uh, which is a cloud security company based in Tokyo. I use Python mainly in my work for web development, and I attended my first PyCon last month in Taiwan. And thanks to Henge, who's sponsoring this year's PyCon APAC, and will, who will also be providing the venue for the sprint event tomorrow, I'm here to give a lightning talk representing my company. Yeah, so back to the topic. Uh, you've probably already noticed that these slides are actually running in my terminal. It is actually a terminal app that is built using a TUI library. Um, called textual and so in, in textual we have we can create screens uh, which are just objects that occupy the dimensions of the terminal and uh, we can switch between screens so it got me thinking presentation slides are just screen objects so why not built this whole lightning talk as a textual application so for a basic textual application all we need to do is just importing and extending the app class by specifying the css uh, the path of the css file that we'll be using the collection of screens and the behavior of the application on startup that's basically it um, yeah and here um, i'm going to talk about three things i like about textual while building my textual uh, my lightning talk terminal application first it is Async agnostic, so um, meaning that it works on both async and sync contexts, and it is an asynchronous framework. But it doesn't require the developer to use async and await keywords. And every UI component, or what they call widget, in runs an async I/O task. So and they can independently update and communicate with each other through message passing, which is pretty cool and secondly there is many built-in widgets that you can use for your terminal applications provided by the library that are interactive and dynamic for example like buttons checkbox markdown text area progress bar etc and they support CSS for styling and specifically they use a more simplified CSS dialect compared to web-based CSS which is good news for me as a back-end developer who almost never used CSS ever and it's also very easy to add and create new widgets so, for example here, uh, this is a markdown component, so what I did is just do yield mark markdown and I have checkbox over here and I can just interact with it and uh, there's a text area here uh, which shows the code I use for this app and all the CSS I did is just the color and the padding and the interactivity here, are all, they all come with the app itself. PyCon we can see that um, yeah that being said textual does not officially support images yet uh, but there are third party libraries available to write pixel images to the terminal but it's quite limited and textual apps do not look that good on the default mac os terminal which is what i'm using right now uh, so for borders as you can see here there are like misaligned lines yeah anyway um, the third thing that I like about Textual is that it supports—it uh, has the CSS live editing feature. So with the dev flag, we can edit CSS and see the changes without restarting our terminal app. Um, so on the other hand, what about like changes to Python code? So I use. The pytest watch library and run with the runner flag to kill my application and rerun the textual command again. It's not really live editing, but it does the job, and it was really helpful for me when I'm debugging this lightning ta lightning talk app. <laughs> yeah. So thoughts? Um, is it worth it? Uh, <laughs> debatable. <laughs> it took a longer time than I expected. It's just for this lightning talk. Um, was it fun? Yeah, it was fun. Like I got to learn a lot of like how to build a terminal app. I never built a terminal app before. I didn't even know about terminal app before this. So will I do it again? Ah, uh, yes. <laughs> but on something more practical. This is just use Google Slides. <laughs> okay. Hi. And yeah, so thank you for listening and yeah, we're hiring. I'm from I'm from Henge, and I'll just put this on for like ten more seconds. I have ten <laughs> seconds. Yeah. Thank you. Thank you. Thank you, Jasmine, -san, for your talk. いやこ,れはこれは鳴らせと言われたのかなと思うんです次のクのスライ LT です <coughs> えー、今日はさまざまなトラブルを迎えてしまいまして一時期インターネットを使えない状態に陥らせてしまいまして誠に申し訳ございませんでした。はい、すいいませんでしたは、まあ まあ、あの参加者の皆様、相撲の皆様にもちょっと、まあ、ご不安や不ご不明を、えー、と与えてしまったことは、ちょっとノック代表して、私、謝らせていただきます、すいませんでした。はい、というところで、えー、スライドが出たので、はい、タイトルが変わったはい、えー パイコン JP ノックチームからお二人来ていただきまして今回帰 Wi-Fi システムのポイントということでパイコン APS-C2023 の Wi-Fi を支える技術というライトニングトークをいただきますノックチームの皆様よろしくお願いいたしますはい、よろしくお願いいたします はい、ええー、と、まあ、今回、二人体制で発表するんですけど、まず最初に、私、ええー、と、ノックの、ええー、と、テクニカル的な面で支えていた熊田と申します。よろしくお願いいたします。で、ええー、と、今回、私どもは、ええー、と、まあ 上流に、えー、と10ギガの回線を引き入れて、えー、とできるだけ快適な来場者ネットワークを組もうというところを、えー、と頑張ってみましたということで快適なネットワークのため上流回線にフレーズと光フロスを採用というところなんですがご紹介いかがでしたでしょうかちょっと,、えー、と一時期使えないタイミングで出てしまったと思うんですけれども、まあ、あの使えているタイミングの時、えー、とき快適に使えていたというところであれば、えー、と私たち満足できておりますありがとうございますはい あと次バックボーンですね、まあ、トピックスとして IAC、まあ、インフラ、えー、とアザーコードというところで、まあ、ネットワークサービスの IAC が、まあ、DHCP だったり DNS だったり、えーとまあ、ネットワーク提供するにはいろいろなものを、えー、と裏側で立ち上げる必要があるんですけどもこれ今まで、えー、と私ども手,手であの温かみのある作業をして行っておりましたが今回ドどっかでまとめてあのどんな環境でも,もうエンターボタン一つエイヤーってドッカーコンポーズアップ D ってやれば上がるようなところまで。あの 行動を変えることが成功しましたというところでまあサーバー立ち上げの属人化や作業コストが低減できたかなと思っておりますというところで私熊田からの発表は以上ですはいバトンタッチします はいえー、とノックの井口です、えー、と僕はあのサーバー系と監視、可視化系を主にしたんですけど、今回は監視について、えー、お話していこうと思います。今回 IAC 化がトピックということで、基盤には Docker、えー、を用いました。で今回構築したすべてのサービスというのがコンテナで構築されています。そして監視基盤自,監視基盤自体はザビックスと、えープロメテウス えとあとはプロムテールなどを用いて、えー、と主要なのだと死活、えー、監視だったり AP に対する、えー、と接続数だったり、まあ、ログ監視とかっていうのを取得していましたちなみに、えー、と接続数のピークっていうのは617になりました、はいえー、とそれをまあデータソースとして可視化にはグラファナを持ちました そしてちょっとだけニューレリックさんもはい入っていたりします。えっとログの可視化にはえっと Python のライブラリーであるプラグインなどを使っていたりします。えっとノックのブースのスライドはこんな感じなんですけど、えっと実際にダッシュボードを見てくれたよっていう人いますか。ありがとうございます。ありがとうございます。えっと。 まあ、実際に見てもらった方には伝わったと思うんですけど、えっと、やっぱりグラファナはすごく綺麗にビジュアライゼーションができて、まあ、たくさんの方に、えっと、写真を撮っていただくことができました。グラファナ綺麗だっったよっていう方 ありがととうございますありがとうございまますす、はい、かったと思いますそして今回この可視化をウェブでも配信するっていう試みをしたんですけどなんと配信の前日にレンダーが動かないっていうことが、えー、と急遽判明してもうノックチームで急遽レンダーを実装するっていうことをしましたでそれはもちろん言語は Python です <laughs> そして、えーとまあ、裏でネットワークを張っている中、えーとまあ、なんとか、えー、と必死に構築して、えー、と配信に至ることができました えっとまあ自分はまだ学生なんですけどあのなければ自分で作るっていうまあノックのエンジニア魂みたいなのを見せられてよかったなと思いますはいで来年はえっともう障害ゼロのシステムを目指していきたいなと思います、えー、ご清聴ありがとうございましたはい。えー JP2023 ノックの皆様どうもありがとうございました、えー、以上であの今日の4本のライトニングトーク終わりになりますここでここからクロージングになりますので皆様え準備が終わるまで少々お待ちください皆さんお疲れ様でしたえっ、ー、と Day2 クロージング始めます Okay everyone good evening and、uh, we will start now the closing of d a y <laughs> まず最初に落とし物、えー、です Uh, lost and Found. We'll start with Lost and Found and it's our good old friend. <laughs> <laughs> the the memory stick. Memory stick Please either claim this or we will use it next year to make the Wi-Fi better somehow. <laughs> I I heard that this is like an antique. It's from the Pentium era, so <Okay. S 2> 続けて、えー、とトートバッグですねトートバッグと中に入っているものがあります。多分これもノベルティーだと思うんですけども、こちら忘れた方、いましたら、えーと、こちらまでお願いします。Yeah. This is again the bag from this morning.、Uh, if you lost it yesterday during the closing,、uh, please claim your bag. 続きまして5000円 !5000 円 <laughs> <laughs> <laughs>、ね um, これはプレ,ゼ <if S 1> プレゼントではないです。<laughs> if you wish to claim it, please tell us the serial number on it <laughs>。はい、現金を落とした方いましたら。らまたこちらまで聞いてください。いや、no seriously、if you did lose it, please tell us where you lost it and when. iPhone.an iPhone with touch ID, so Se maybe SE.8 のような形、8SE の形ですね。with this kind of thing at the back.and this was found in the west side's、uh, fourth floor men's restroom.Nishigawa no, えっ、ー、と、ダンシトイレにあったということです。So, yeah. Check if you have your phone on you, otherwise come talk to us, please. Next is a bag <laughs> full of other bags <laughs <laughs> and various <laughs> other stuff. And also a really cute t-shirt. t-shirt. It's t-shirt.

あはい、振り返りとなります。Okay, 今回、えーとえーと、アジア地域で、えー、とやることということで、パイコンエ a パックとなりましたが、皆様、あの参加,参加者が多いおかげで、えー、とパイコンエ a パックとして始めた、えー、ときっかけとなりまして、今回、なんと 2,、えー、2人のキーノートスピーカー、基調講演ですね。 ごじゅ55のトークが、今回2日間でありました、皆様あのあプラス、えー、ライトニングトーク、スポンサーブース、などもありまして大盛況となりました、皆様ご参加いただいた皆様、ありがとうございます。Uh, yes, over the last two days we had two. Uh, fabulous keynotes and 55 talks, as well as many other content such as lightning talks, sponsor booths, etc., etc. Uh, thank you very much, everybody who participated and gave a talk and uh, attended a talk and asked questions during the talk. Yeah, thank you all.

ははいこんにちはネットワークチームで今回リーダーさせていただきました新高と申しますえー、と今回ネットワークチームでは w i f i を提供させていただきまして、えー、と有志から72台の機材を貸していただいて本日の会場の方を支えておりますえー、とトータルで、えー、とこれは1日で引いたんですがえっ、ー、と1 0と90メートル の、LAN、ケーブルを引き回しております。今回のトポロジーズ、ノックの方に、えー、とずっと展示されていたんですが、えー、とそれと今回の通信、これが16時ごろ、昨日から16時ごろまでの、えー、と結果で 2.1TB の方のトラフィックが流れています。えー、とまた今回も IPV6 の通信の方がちょっと多かったかなというところで。 多分ネットワーク関わっている方は少し嬉しいのかなというふうに思ってます。はいえー、と今回のノックチームの方を支えてくださった、えー、とスポンサーさんの紹介です。えー、クラウドは IIJ 様、えーと、ホットステージの方はエブリ r 様、あと監視の方でニューリリック様の方の製品を使わせていただいています。 はいえー、とあと最後にノック,メノックの、えー、とメンバーと,、えー、と機材を貸してくださった方々の紹介です、えーとえー、とこのメンバーで、えー、皆さんの w i f i を支えておりましたちょっと使えない時間とかあってご不便をおかけしましたがありがとうございました。 続きましてアンケートのご協力のお願いです。こちら QR コードから読み取っていただいてご参加のご回答をお願いします。一部こちらですねパーティー今後のこの後のパーティー参加についてのアンケートも含まれておりましてもしよろしければパーティー後に今はスキャンしていただいてパーティー後に回答いただけるとパーティーの感想もえ答えられま 送し、このまま帰りますよっていうに、ぜひこちらあのように、このように、みのように、こ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 のように、 Uh, when i copy-pasted this slide, uh, th yeah, the text on here it doesn't really make sense. Uh, anyway, please do answer our conference survey. this will make it so we can do next year's pycon jp better, and we also hopefully make next year's pycon APAC better. Um, if you do join us for the party today, there is also questions about the party uh, in the survey, so please uh, answer it after that. えっとですね。一応先ほどの Q. R. コード、後ほど U. R. L. を公式ツイッターよりも発信いたしますので。こちらもご確認ください。続きましては。いや、and we will also share the link to the survey、uh, on our social media。 はいえー、と続きまして、えーとえー、開発コミュニティスプリントですね、スプリントを明日行います、場所がこちらではなく、渋谷の変化株式会社さんで行われますので、参加される予定の方は、場所を間違えずに、えー、お越しください、10時から17時、検討しております、えー。こちらは無料ですが、お申し込み必要ですので、まだの方はプレティックスよりお申し込みください。 And yeah, the conference days are almost over, but there's still the sprint tomorrow. So everybody who still has uh, energy tomorrow, please join us in Shibuya at the Henge headquarters for the development sprints that are from 10 a.m. to 5 p.m. This is free, but please do, reg uh, but you have to register uh, on PreTeX. 続きまして公式パパーーーーテティィィオフィシャルパーティーのご案内ですもうすでにご存知の方申し込みされている方ご存知だと思いますがこのあとこちらの20階の会場ウエストホールの20階で18時から行われます。今回特別にオリジナルビールを準備してますのでお楽しみください。えっと 先ほどの入った情報ですが、ちょっと乾杯といとユいますか、受け付けをされたら、ドリンクを準備されておりますので、そちらを受け取って、まあ、乾杯、まずは待たずえズ、ー、とある程度、まとまったら乾杯をする、流れで予定をしていますので、ぜひその後、18時からですね、あの、お楽しみください。And as you are probably aware, there will be an official party after this、uh, from six PM on the twentieth floor. Uh, you have to have a, a separate ticket for that. Uh, if you don't have one yet, uh, you maybe can still get one. i don't know. anyway, uh, more importantly, there will be a special original pycon apec 2023 exclusive beer. and also, uh, when we open the room, um, there should be a bunch of drinks uh, ready for you to take. and so we can do a campai together. はい、続きましてまだ受付をされてないなな方への案内となります、えー、とますだこのギグバンド申し込みしたけどまだですよっていう方がいらっしゃいましたら、えー、と中央受付ではなくもう20回まで行っていただいて20回の受付で、えーと Q、QR コードですねプレティックスの QR コードを受付担当に見せて入場を進めてくださいまたあのお酒飲めないよっていう方は是非このシールですねこのシールも受け取ってこちらの本に Name tagに, name if you have a party ticket but you have not yet exchanged the QR code for this beautiful wristband, uh, the place to do that has moved from the fourth floor reception to the 20th floor, and you have to do that before you can enter the party. Also, if you join our party but you would like to not drink alcohol, please get the no alcohol sticker and put it on your name tag. 続きまして、えっ、ー、と、パーティー内 L. T. があります。こちらは、えっ、ー、と、抽選、抽選じゃない、ですね、えっ、ー、と、先着で、えっ、ー、と、パーティーに申し込みされた方が対象となります。えっ、ー、と、こちらは場所ですね、上がっていただいて、パーティー会場に。ホワイトボードを準備してますので、えっ、ー、と、パーティー。参加されて L. T. したいという方は、先着順で、えっ、ー、と、準備してますので、名前をご記入ください。 And yeah during the party we will have time and space for about five lightning talks uh, if you do wish to give a lightning talk I have been informed that there should be a whiteboard somewhere to put your name and then through some way we will choose who to uh, who will give a lightning talk スタッフクメト含めジュニングラニアルなカナトモンズガ、コンカイエトこコの会場にいるのは50人のスタッフで運営を行いましたえっ、ー、とスタッフ、こちらです、ね、昨日撮影して、今日はちょっとこのパーティーがありますツエバヤラナヨテナンド、コノグラコノニンズデコンカイ、パイコンエンパークニセを運営しておりました。えっ、ー、といやあ、Yeso、yeah, uh, yeah, for this year's、uh, PyCon APAC,、uh, these around f i people、uh, were the ones who made it actually happen. And this is a picture we took yesterday if everybody who was here. And yeah, it takes a lot of people to make a conference. So thank you. Thank you. <laughs> and next is a message from the PyCon JP Association. 続きまして、一般社団法人パイコン j p アソシエーションからえっと代表理事からえっと発表がございますので、バトンタッチいたします。はいはい、はい、こんにちはあ。パイコン j p アソシエーションからのメッセージ。

について話します。はい。あ、またパイコン JP アソシエーション、どういうのパイコン JP アソシエーション？ワイザー半、ハーフ、ンキュー、サ、uh, you know oh, はいえー、のイベントとパイコン JP アソシエーション、別の組織があるんですね。で、パイコン JP アソシエーションはあの日本国内にの p y t h ユーザーのためにパイソン広まってほしいなということで、このパイコン JP だったり他のイベントのサポートだったり主催だったりとかをしている団体です。 非、はい、営利組織です。非営利です。大事なところ。はい。ノンプロフィット。はい。で、はい。えー、これがあパス、ラストイヤーズボードメンバーズ。よく覚えてください。ラストイヤーズボードメンバー。で、間違い探しがありまして、えー、2023年の2023ボードメンバーズはこうなりました。ということで、えーと、寺田さんがから。 えーと私に私に座長が変わりましたということでえーと今ここにいる理事はいリジの人サンドアップ全員いたいたいたはいこのこの五人でこの五人がやってますんで皆さん顔をよく覚えてなんかパイソンでなんかこんなことできないかなとか思ったらすぐ声かけてくださいはいこんな五人でやっておりますありがとうございますみんないたトゥエンティツリーのあー アクティビティとしてはまあパイソンブートキャンプってい,いろんな地域でやるんですけどこれが4カ所できたっていうことそれからパイソンブートキャンプキャラマンっていっていろんなところに行ってブース出してお話をするっていうことも、まあ、今年はあのインパーソンでできるようになったんでよかったなって思ってますあとパイコン j p t v っていう YouTube ライブも毎月やってますんでもしよかったら見てくださいはいであとこの、えー、パイコインイ e p ク2 0 2 3でもいくつかアソシエーションとしての活動をしてましたでこの3つがありまして まず、えー、昨日ですね、アソシエーションミーティング。えっ、ー、と、エスアドウェイズウェイブヘアローアソシエーションミーティング。あの、そう、なんで俺急に英語で喋ってんだ。<笑><笑>あの、たくさんの人が来て、あの、ディスカッションができて、とても良かったです。とても良かったです。はい。で、今日はエーパックメンバーランチということで、まあ、ただ単に集まって、みんなでご飯食べましょうということで、キャッキャしてました。はい。参加してくれた皆さん、ありがとうございます。そして、あと。 ちょっとあまり時間できなかったんですけれどものあのドネーションウィズグリッターステッカーていうのがありましてドネーションをするとこのキラキラしたステッカーを得られる権利を得るっていうやつがありましてでこちら、えー、と18名の方から1万4500円40,500円をドネーションしていただきました寄付してくれた皆さんありがとうございますドネーションされたお金はまた遠方支援だったりとかそういう何、ね、か Python が広まる活動に使っていきたいと思ってます、はい ななぜなららだからですさっきあの理事が変わりましたけどとはいえ5人のメンバーが変わっていないわけですねやっぱりそれってどうなんみたいなのは僕たちも思ってましてあの新しい人に入ってもらってもっといろんな新しい意見を欲しいですということで運営会議やってますんでそういうところに来てほしいですし。 えっと運営メンバーっていうのがありますので p y t h o n b o o t c 一緒にやるとか p y t h o n ブートキャンプキャラバンプに一緒になるみたいな運営メンバーとして一緒に Python を広める活動をやるっていう人も募集してますそして、えー、っと年に1回理事開選しますので来年、えー、っと1月からですね1月からのね理事立候補とかっていうのも俺今までこういうのやってきたんで理事になってこんなことやりたいとかって言ってほしいなって思ってますんでぜひなんか気になることあったらパーティーとかでも声かけてもらえればと思いますはい。 オオピニオンンヘルプ・ウォンテッドですそれでは PyConJP、えー、アソシエーションからの話は以上で次にあのせっかく今回 APAC なんで APAC コミュニティの話をしてもらおうと思いますじゃあ生原さんお願いしますありがとうございますえっ、ー、とほとんどの方多分ご存知じゃないと思うんですけれどもえっ、ー、と私は生原ですえっ、ー、と APAC コミュニティの中では えといろいろメネジメントして調整してあいろんなコミュニティの間うまく皆さん、えー、と仕事できるように、えー、と頑張っています。言い換えればフランネンまでやってなくてバックエンド API の整備とかあとプロトコルの選定とかやっております。えー、とちょっとだけ、えー、と紹介させてください。APAC コミュニティはオンラインでもやってますよ。Uh, We also haveAPAC コミュニティオンライン。Uh, これを写真を撮っていただいてまた後で、えー、とゆっくり見ていただければかなと思います。えー、とこれも多分あまり知られてないかもしれないんですけど、エ、え、パ、ー、コミュニティの中では16か国。えーと 何らかの形で、えー、国レベルのパイコンをやっております。一番西側のパキスタンから東の、uh、ニュージーランまでやっています。Uh, if you are not、uh, aware of this, we have all these country level パイコン s.、Uh, from the west,、uh, we have Pakistan, and then to the east, the easternmost, is New Zealand,、uh, also known as Kiwi Pai コン、um, .How many of you have gone to any of these パイコン s? Please raise your hands. っっったたここととああるる方、方、えっと、どっかの国に やっぱあ,あもちろんねもちろんね <laughs> ちょっとトリッキーなコエシなんですけどね、うん、でえっ、ー、とこれ国政レベルのパイコンなんですけれどもえっ、ー、とほぼ毎年毎年ね2012年2010年から年2010年からシンガポールから始まってえっ、ー、エーパックチークの、まあ、今年は日本東京なんですけれどもえっ、ー、とやってきました2010年 えとシンガポーから始まってぐるぐる回ってえっ、ー、とフィリピンやら、タイワン、タイラン、タイ,タイ、ね、バンコク、マレーシアとか、韓国、えー、とあと、ジャパンはの、ジャパンね、はい、カク <laughs> パイコンの皆さん。えっ、ー、と、ちょっと、日本以外のパイコン、エパック、ったことがある方。Have anyone else been to other than the Japan パイコン、uh. 少少少ななないいいね、少ないね、少ないね、ままあ、まあ、あ、ま、あ、これから盛り上がっていきましょう。Let's let go to all the other PICONS, APEC PICONS.2023、okay? right, so, yeah. えっと、年、東京なんですけれども、2024年、2024 PICON APEC。Where do you want it to go? どこ行ってほしいんですかどこどこ ?Where?Where? Where?

So I will speak in English because I cannot speak Japanese. <laughs> okay. Uh, thank you so much for the trust for the APEC community. So for the first time, Indonesia will have a chance to hold PyCon Epic in 2024. Uh, we would like to all of you come to Indonesia. Indonesia is very beautiful. Uh, maybe some of you didn't know what Indonesia is, but maybe you know uh, this little island. It's called Bali, and a lot of you, I believe, is know Bali is so little than in Indonesia. So, don't come to Bali, but come to Pycon APEC 2024. Uh, we are gonna wait for you. And uh, information about 2024, uh, we already decided the date. Uh, it's gonna be in uh, Yogyakarta, uh, Indonesia. Uh, on october 25th uh, to 27th, uh, yogyakarta is kind of like kyoto for japan. so it's not the main capital city, but it's a cultural city. so wait a minute, i have a banner, actually. <laughs> see you next year. Uh, we would like to welcome you all in Indonesia. Uh, let's come to Yogyakarta. Uh, thank you so much for your, uh, for your help and then for your support. We're looking forward to hold the best PyCon Epic until, until then. So, I uh, mean Thank you very much Dima. Thank you very much. Arigatou gozaimashita. let's go.

はい、なので皆さん頑張りましょう日本の人 <laughs> 今から貯金しようねはいというわけで、えー、パイコン JP2024、えー、毎年基本的にはパイコン JP として開催しているので、まあ、APAC は来年はインドネシア JP は来年は普通に JP に戻りますよということで2024どんな感じですかということころですが、はい、やるよとただしチェアパーソンはまだ決まっておりません 現在絶賛募集中でありますので我こそはという人はぜひコンタクトしてくださいで日付は一応仮で会場も確保はしていますまあ変わっても別にいいんですけど2024年の9月を予定しておりますので、えー、インドネシアとかぶってないので両方行けますはい You can go to PyCon JP2024 and PyCon APAC2024 はいは というわけで、えー、以上で今日お話ししたい内容はすべて終わりです。皆さん、ご参加ありがとうございました。また来年お会いしましょう。See you next year!And before everybody leaves, very important, photo time! はい、えっ、ー、と、皆さんお疲れ様でした。えっ、ー、と、 この後写真撮影、皆さんの集合写真を撮りたいなと思います。えー、と昨日参加された方はご存知だと思いますが昨日と同じ感じで、えー、とトラック1で一度撮ってトラック2で撮ります。で皆さんは移動しないで大丈夫です。それぞれでここで撮ってトラック2でも撮ります。なのでトラック2の方ちょっとこうライブでつながってるんですかねそしてトラック2の方少々お待ちください。その後カメラマンが参ります Okay, everybody who has been here yesterday will know how this works. We will take multiple pictures, one for every room. So first we'll take a picture in room 1, then in room 2, and then... I don't know if room 3 is in use, but if it is, then there. So everybody just stay where you are, and we will take lots of pictures. And you don't need to move. Uh, our camera people will move for you. will 1. 方もう少々お待ちください。あと、ライトをすみません。えっ、ー、と、こちらつけていただけますか <noise> えっと、OK。 前の方にちょっと紙を支えるスタッフとしてお越しください。まあ私が行きます。あとすいません。And yeah, while while we wait for the everybody to get in and ready for the picture, more lost and found. Yet another bag in track three. Anybody else want a bag? 追加の落とし物 also, す。ここあたり Track four. Track four. My bad.、Uh, no, in track four there is a face mask. Black face mask. あとすみません電気をつけていただきこちらライトをつけられる後ろの方かなちょっと昨日暗かったという意見があ,のありまして今日はつけていきたいなと思いますあいいですねちょっとまあすいませんスタッフか移動すいますんえっとトラック2でも撮るので無理にあの来なくてもらい はいえっと、まずはトラック1で取りますじゃあこちらで取っていきますねありがとうございます 一旦トラック1はえっと解散となります。トラック2の方はちょっと少々お待ちください。今えんえっとオーダー幕ー持ってカメラマンもそちらに向かいます。Uh, thank you everybody in track one.、Uh, track two people, please wait a little bit longer. We'll be right、はい、there to take your picture.